ヘンリー・エベレット、ハンク・エマーソンはアメリカの軍人。1970年代、第二不評師団長を務めたことで知られる。当時、第二師団にはコリン・パウエルが大隊長として勤務していた。1925年、ワシントン DC のウォルター・リード陸軍病院にて生を受ける。父は、ウォルター・リード陸軍病院に勤務する、陸軍衛生隊所属の軍医将校だった。 幼少期は、父の転勤に従い、アメリカ各地やフィリピンなどを転々とする。エマーソン家は、代々続く医師の家系だったため、父はヘンリーも医師になることを望んでいた。彼も期待に応えようと医学部への進学を目指していたが、やがて周囲の友人と関わるうちに、陸軍士官学校への進学を夢見るようになった。その後、ローウェルハイスクール在学中に、 予備役将校訓練課程へ参加した。1947年、陸軍士官学校を卒業し、不評科省位に任官する。最初の配属先は、朝鮮半島に展開する第七不評師団第五、不評連隊第一大隊であった。エマーソンは、ベトナム戦争中、奇抜な戦術を用いる、野戦指揮官としてその名を知られるようになる。 彼はベトコンに対抗するための空中偵察及びタイゲリラ戦に関する戦術をいくつか考案している。捜索対象範囲を小さなグリッドに分割して一末模様状に塗り分け、そのうち色を塗りが塗られた部分のみを小部隊によって捜索するという偵察手法やヘリコプターを用いた包囲戦術であるジルバ戦術などがその一例である。また、 現地軍の部隊を搭載したヘリコプターを待機させ、必要に応じて外国軍の支援に向かわせる戦術はイーグルフライトと呼ばれた。素早く包囲を形作った上で敵の撃滅を行うシールパイル、温泉術もエマーソンが考案したものである。私物の6連発回転式拳銃を腰に下げるエマーソン。彼はいくらかエキセントリックな性格であることからも有名だった。 例えば彼は陸軍の正式拳銃 M1911 ピストルではなくカウボーイスタイルの古めかしいリボルバーを好んで身につけていたガンファイターのニックネームもここに由来する。また、霊化昌兵に対し人種的優和を促すべくプロフットボールの黒人選手と白人選手の友情を描いたテレビ映画ブライアンズ・ソングの主張を義務づけていた。 当時エマーソンの側近の一人だったコリン・パウエルは、エマーソンは常に、廃下の兵隊たちに愛情を注ぎ、また常に、彼らの福祉に関心を払っていたと述べている。パウエルによれば、エマーソンの指揮下で師団の脱走兵は50%以上減少し、歳入隊志願者はほぼ200%増加したという。エマーソンは、逆サイクルの訓練が効果的であると信じていた。すなわち、 訓練兵らは日中に眠り、夜間に訓練を行うのである。コンバットスタイルのスポーツも好んでおり、当初はルールなしのコンバットフットボールやコンバットバスケットボールを行わせていたが、怪我人が続出したため後には多少のルールが追加された。1974年、ある大隊で分隊対抗戦闘競技大会が実施された時、最優秀分隊となったのは兵卒のみで臨時に、 編成された文体だった。この文体を率いた兵士に会ったエマーソンは、なぜ君は軍曹じゃないんだと尋ねた。兵士が、勤務期間がまだ足りないのです、と応じると、エマーソンは、大隊長と旅団長をその場に呼びつけ、やはり、なぜ彼は軍曹じゃないんだと尋ねた。部隊長らが、ええー、と、はい、間もなく昇進する予定です、と応じると、エマーソンは、馬鹿が、 彼は今すぐ軍曹にならねばならんのだと答え、直ちに副官に命じて軍曹の階級賞を調達させ、これを兵士の軍服にピンで止め、部隊長らにその場で公式に昇進させるように命じたという。エマーソンはヘリコプターに登場し、メコンデルタ方面で指揮を取っていた檻に撃墜され、重度の火傷を負った。その後、ベトナムから韓国勤務に移る。 1975年から1977年の退役までに第18空挺軍団司令やホートブラッグ基地司令などを務めた。エマーソンの母子1989年、デイビッド・ハックワース元大佐とともにアメリカ太平洋軍にてタイゲリラ戦に関する講演を行う。1992年、士官学校の制度改革に関する議論が持ち上がる。従来、 アメリカ合衆国における士官学校卒業生は、卒業の時点で、正規軍将校としてのキャリアが保障されていたが、新制度の下では、予備役将校訓練家庭出身者などと共に、予備役将校としての身分のみ与えられ、その後に、改めて選抜を受けた上で、正規軍将校に任官するものとされていた。この新制度については、ジョージ・パットン・ジュニア元少将など伝統を重視する。 士官学校出身者からの反発も大きかったが、エマーソンは新制度に肯定的な立場をとっていた。1997年、何人かの退役将軍らと共に、ビル・クリントン大統領に対し、退人自来禁止条約への参加を求めるキャンペーンに参加する。退役後は、モンタナ州ヘレナで暮らした。キャニオンフェリー湖のほとりにあった自宅には、ダグラス・マッカーサー将軍の言葉。 老兵は死なず、ただ消え行くのみ、から引用した、フェードアウェイという名を冠していた。彼は退役後も、軍人風の言葉遣いと振る舞いを好んでいたという。2015年2月4日、フロリダ・ギーズにて死去した。友人たちによれば、彼らは厳しい冬の間は、モンタナを離れていた方が良いと、常々忠告していたが、釣りと狩りを愛していたエマーソンがフロリダに移ったのは1月に、 なってからで3月にはモンタナへ戻ることを予定していた。遺体はアーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。